こんにちは、みきみきです。私についてはこちらをご覧ください。リディアンではキャンバ講座や個人レッスンなどスキルアップを応援するための講座をお用意しています。気になる方、概要欄をチェックしてみてください。毎週水曜日と土曜日に動画を配信中です。チャンネル登録してね。チャンネル登録後、ベルマークを押すと新作動画のお知らせが届きます。本日はキャンバ AI でできる30のことというテーマでお送りしていきます。オンラインで無料で使えるクリエイティブツール、キャンバ。キャンバ一つで本当にいろんなことができてしまうんです。ただできることがとても多いので、キャンバやキャンバ AI でどんなことができるんだろうと思っている方に向けて、今日はキャンバでできることをまとめてご紹介をしていきます。キャンバはデバイス感を超えてデザインをすることができます。パソコンで作ったデザインを移動中にスマホで編集したり、同じアカウントでログインをすればデバイス感を超えてデザインをすることができます。そしてキャンバは無料でスタートすることができるんですが、キャンバプロという有料機能に登録するとできることが広がります。今日もですね、キャンバプロでできることについてもいろいろとご紹介をしていきますので、もし使ってみたいなと思ったら30日間無料お試しすることができます。さらにこちらの QR か概要欄のリンクから飛んでもらうと45日間お試しすることができますので、気になる方は使ってみてください。キャンバでできること、一つ目が SNS 画像作成です。キャンバで一番人気な機能がこの SNS 画像作成なんですね。こちらの SNS から Instagram 投稿、このテンプレートをチェックを押してみましょう。そうするとキャンバがたくさんのテンプレートを用意してくれています。デザインを作る上で大変なポイントって、この0から1を作るところなんですよね。キャンバには数多くのテンプレートが用意されているので、気に入ったテンプレートを編集していくだけでおしゃれなデザインを作ることができます。そしてキャンバでできること、2つ目です。写真や素材を自由に使うことができます。こういったデザインの中で使う写真だったり素材、今まではデザインツールを使いながら他のサイトに移動してダウンロードしたりとか編集したりっていう手間があったんですが、キャンバはこの素材の中にたくさん用意されているんです。はい、素材のところに T シャツっていう風に入れます。そしてグラフィックを選択すると T シャツの素材がたくさん出てきました。この王冠がついているのがキャンバプロのみが使える機能になっています。無料版でも使える素材っていうのが多く揃っています。そして写真っていう風にすると T シャツの写真がたくさん出てきました。はい、こっちの写真にしようと思ったら、はい、こんな感じでね、簡単に写真を差し替えていくことができました。そして次が文字の編集です。キャンバは簡単に文字エフェクトの変更ができます。テキストを選択します。エフェクトを選択すると影付きにできたり、浮き出しにできたり、中抜き、スプライス、そして最近追加されたのが袋文字ですね。いろんな文字エフェクトがワンクリックで簡単に適用できます。文字に背景をつけることもできます。また文字を湾曲させることもできます。はい、こちら湾曲させるっていうのをクリックして、湾曲度合いを調整すると文字をカーブにすることができます。そして次が画像加工です。キャンバの中で簡単に画像加工ができちゃうんです。やり方は簡単です。まず画像を選択した状態で写真を編集をしていきます。そして調整を押していきましょう。自動調整をすると、はい、キャンバの AI が自動で調整をしてくれました。また色の温度だったりとか、色合い、明るさ、コントラストなど細かく画像の色味っていうのを調整することができます。また最近追加された機能で、どこの部分を調整するのかというのを選択することができます。今画像全体になっているんですが、全景っていう風にすると写真の全景のみ色を変更することができます。で、今度逆にですね、背景っていう風にすると背景のみ色を変更することができます。あとはエフェクトの中にぼかしっていうものがあります。こちらを選択すると画像をぼかすことができます。次に背景透過です。キャンバは簡単に背景透過をすることができるんです。これはキャンバプロの機能になっています。選択しますね。写真を編集、背景リムーバーを選択します。そうすると、はい、簡単に背景を透過することができました。じゃあもうちょっと編集したいよっていう時は、こちらもう一回押してあげると、
はい、削除復元というボタンが出てくるので、削除を選択してブラシサイズを決めます。で、削除したい部分をドラッグしてあげると選択した部分は消えました。この背景リムーバー、かなりクオリティが高いです。キャンバープロの機能になるんですが、これを使うためにプロに登録してもいいんじゃないかっていうぐらい、かなりおすすめな機能です。私も YouTube のサムネイルなどで毎回このキャンバの背景リムーバー機能を使っています。そして次のキャンバでできることはマジックイレーサーです。これはキャンバ AI の機能として最近追加された機能になるんですが、かなり優秀なんです。ちょっとページを追加していきましょうか。キャンバのデザインは簡単にページ追加もできます。写真を選択して写真を編集です。そしてマジックイレーサーです。こちらはキャンバープロの機能になっています。そしてブラシサイズはここで調整ができるので、この車をドラッグしてあげます。はい、そうすると簡単に消すことができました。この AI 機能かなり優秀なんです。本当に自然なんですよね。この水辺に映った車も合わせて消していきましょうか、ね、ざっくりで大丈夫なんですよね。はい、できました。このようにね、ドラッグするだけで簡単にキャンバ AI が画像を判断して自然な形で調整してくれるんです。そして次がキャンバの AI 機能であるマジックエディットです。この機能もすごく面白いんです。はい、こちらはですね、画像生成 AI ミッドジャーニーで作ったスターウォーズ風の写真を私の顔に変えたイラストになっていますが、こちらを選択して写真を編集、そしてマジックエディットを選択していきましょう。こちらは無料版でも使うことができます。はい、選択するとブラシサイズを選択することができるので、変えたいところをですね、ドラッグしていくだけです。こちらで続行します。そして変えたいものをね、ここに入力していきましょう。金髪っていう風にすると、はい、簡単にこの金髪ヘアに変更することができました。これもね、かなり結構クオリティが高いんですよね。この機能はないものを生成したりとか、背景を選択して、はい、場所をね、変更することもできちゃうんです。そして続いてのキャンバでできることは資料作成です。皆さんもお仕事で資料を作る機会多いのではないでしょうか。キャンバを使えば簡単にプレゼン資料作成ができます。使い方はですね、こちらのプレゼンテーションというところから、このプレゼンテーションのテンプレート、こちらを押していい感じのテンプレートを編集していくか、からのプレゼンテーション作成から作成をしていくか、どちらかの方法になります。結構お仕事系で使えそうなプレゼンテーションというのもね、多く用意されています。で、このテンプレートをカスタマイズっていう風にすると、テンプレートをここから編集していくことができます。で、このようにプレゼンテーション資料を作っていってもいいんですが、キャンバ AI の新しい機能でマジックプレゼンテーションという機能も追加されたんです。こちらはですね、内容を入力するだけでキャンバ AI がプレゼン資料を作ってくれるという機能なんです。一旦ホームに戻ります。こちらまだ日本語版で搭載されていないので、英語版に変更をしていく必要があります。はい、アイコンを押してアカウント設定をしていきましょう。ここで言語を英語に変えていきます。トップページに戻ってクリエイターデザインをしてプレゼンテーションという風に入れていきましょう。そして16:9、こちらを選択していきましょう。4:3だとこのマジックプレゼンテーションを使うことはできません。そうするとプレゼンテーションの画面が表示されて、こちらにマジックデザインというのがあります。こちらをクリックするとプロンプトを入れることができます。ウェブデザインを学びたい人向けに5つのルール、このテーマにしたプレゼン資料を作成したいってことを入れてきますね。で、1つ目は整列、2つ目は配色っていった風に5つ目まで入れていきたいと思います。文字は100文字まで入れることができます。そうするとキャンバ AI がこの内容を入れてプレゼンテーション資料を作ってくれるんです。じゃあここで見ていくと、ウェブデザインの重要性とか、整列のルール、種類とか、配色のルール、写真も入れてプレゼン資料を作ってくれています。こちらは最大10枚まで作成をしてくれます。で、上にですね、 Your Style っていうのがあるんですが、 Canva Pro の機能であるブランドキットに登録していると、ご自身が登録している色だったりとかフォントを使ってプレゼン資料を作成してくれています。はい、では Create My Presentation という風にするとプレゼン資料を編集することができます。
次にご紹介するキャンバのできることはマジックライトです。こちらはチャット GPT のような機能になっています。こちらはキャンバプロが使える機能になっています。例えば整列のルールについて内容を考えたいとします。ゼロから考えていたら思い浮かばない、そんな時にマジックライト使っていきましょう。はい、こちらのキャンバアシスタントをしていきます。ショートカットはスラッシュです。でこちらにマジックライトがあります。ウェブデザイン整列のルールを5つ箇条書きで書いてっていう風に入れていきます。レイアウトを構成する要素は、グリッドフレームだよとか、フォントとかですね、ウェブデザイン整列のルールを5つ書いてくれました。こちらの内容をもとに編集をして資料を仕上げていくことができます。なのでチャット GPT と連携して使うのもいいんですが、他のツール開くの大変だなっていう時はもうキャンバの中でまるっとチャット GPT のような機能も使うことができます。そして次が翻訳機能です。今こちらに英語の文章生成してくれたんですが、こちらちょっとわかんないなっていう時はですね、ちょっと一旦グループ解除しますね。こちらだけを選択した状態で左側に翻訳っていうのがあります。こちらをクリックしていきましょう。日本語っていう風に入れていきます。でページ数を選んでいきましょう。で全部日本語化したい時は全てのページっていう風にして完了をします。でこちらですね、キャンバプロと無料版では使用できる回数っていうのが月間異なります。はい、では翻訳するを押していきます。元のページは残したまま新しいページとして翻訳ページが追加されました。はい、いかがでしょうか。かなりいい感じに翻訳されていますね。英語から日本語っていうのもそうですし、日本語から英語、また言語数もかなりありますので、作った資料とかデザインを翻訳機能で翻訳して作成をしていくのもおすすめです。そして次の機能がテキストトゥイメージです。キャンバの中にも画像生成の AI 機能が追加されています。例えばプレゼン資料、キャンバが写真などを入れてくれているんだけど、なんとなくちょっとこうね、写真によってイメージが違うなとか、もう統一感ないなっていう時にこのテキストトゥイメージかなり使えます。左側にテキストトゥイメージがありますので、ウェブデザインというふうに入力していきます。そして次にスタイルを選ぶことができます。スタイルね、いろんな種類があるんですよね。この中からサイケデリックな写真にして比率も選ぶことができますね。今回は横長にしてイメージを生成していきます。おー、いかがでしょうか。かなりおしゃれな感じでポップなイラストが出来上がりましたね。この写真と差し替えていきましょう。この1ページ目にこの画像を使って、2ページ目以降はこの画像と差し替えるとかっていう風に簡単に変更することができます。そして次がグラフ機能です。キャンバのプレゼン資料の中にグラフも入れることができます。はい、グラフはですね、左側にこちらグラフがありますのでクリックしていきましょう。棒グラフだったりとか折れ線グラフ、いろんな種類作成することができます。キャンバの中で数値を入れることもできますし、 Google スプレッドシート、また CSV をアップロードすることもできます。そして次のキャンバでできることはプレゼン機能です。作成した資料をキャンバの中でプレゼンをすることができるんです。プレゼンをしたいときはこちらプレゼンテーションをしていきましょう。参加者ウィンドウと自分のウィンドウを分けることができます。で次のスライドは次これが来るよっていうのを確認しながらできたりとか、あとは、ね、タイマー表示もあったり、あとはリモートコントロールっていうのもありまして、こちらでリンクをコピーします。で例えば LINE とかに送ってその URL をクリックするとスマホがリモコン代わりになるんですね。なのでパソコンが近くになくてもスマホを持っていればもう押すだけで次のスライドに移行することができます。はい、あとはメモを追加することができたりとか、チャット機能であるキャンバライブを使うこともできます。プレゼン資料の作り方、そしてプレゼンの仕方についてはこちらの動画で詳しくご紹介しているので、もっと詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください。はい、次がですね、パワーポイントとの連携です。よくご質問でパワーポイントと連携することできますかっていうふうにいただくんですが、もちろんできます。はい、作成が終わったら共有をします。そしてダウンロードを押していきましょう。ファイルの種類の中に PPTX がありますので、こちらを選択してダウンロードをすると、はい、パワポのデータとしてダウンロードすることができます。またトップページのアップロード、こちらを押してパワポのデータをキャンバにアップロードすることもできます。
で完全な互換性があるわけではないので多少ズレはあったりするんですが、パワポのデータをキャンバで編集することができたり、キャンバで作った資料をパワポイントで再編集することもできます。そして次のキャンバでできることがマジックデザインです。写真をアップロードするだけでキャンバがテンプレートデザインを作成してくれるんです。こちらもまだ日本語版では実装されていない機能なので、先ほどと同様に英語版に切り替えていきましょう。はい、アップロードに写真をアップしていきます。そして Add to a template っていう風にしていきましょう。そうすると、はい、この写真をもとにキャンバがテンプレートデザインを考えてくれるんです。でこの王冠がついているのはキャンバプロのみが使えるテンプレートになっているんですが、まあ、無料版でも使えるテンプレートはたくさん出てきます。でスタイルっていう風にするとスタイルを変更することができたりとか、あとはヘッドラインということでこの上の文字っていうのを変更してみることもできます。夏の思い出っていう風にすると、はい、タイトルを入れてどんな風になるかっていうのを確認することができます。続いてのキャンバでできることはホームページ作成です。こんな感じの LP 型のサイトを簡単に作ることができるんです。今のところ仮想ページは作ることはできないんですが、ナビゲーションを作ってクリックするとその該当部分まで飛ぶことができます。ホームページのテンプレートも数多く揃っていますので、イベント時のサイト作成やポートフォリオサイトを作るのにぴったりです。ホームページの作り方についてはこちらの動画で詳しく解説をしています。続いてのキャンバでできることはモックアップ機能です。はい、まずですね、この3本並線をポチッと押すとサイドメニューが表示されます。こちらにアプリっていうのがありますので、こちらを押していきます。ここにスマートモックアップがありますので押してみましょう。はい、そうするとスマートフォン、PC、時計とか、あとは印刷物ですね、カード、雑誌とかスマートモックアップにすることができます。じゃあ印刷物の雑誌にしてみましょうか。じゃあちょっとこんな感じのものを編集していきましょう。そして写真を選択していきましょう。はい、じゃあこちらを選択をしていくと写真をモックアップにすることができました。はい、でモックアップの保存っていう風にするとこのままダウンロードすると、はい、ダウンロードすることができたり、デザインにしようっていう風にするとここからデザインを作成することができます。次にネットショップ用の写真を一括で編集することができます。はい、先ほどと同様にトップページの左側アプリを押していきましょう。こちらに商品写真というのがありますので、こちらクリックしていきます。で写真を選択押していきますね。そして3枚の写真を開く押していきますね。で写真のスタイルを選択していきましょう。まあ、一般的なこちらのプラチナムにしていきましょうか。そして適用をしていきます。はい、そうすると出来上がりました。全然バラバラだった写真がかなり統一感が出ましたね。こちらもちゃんとなってますね。こういう感じでですね、一括で同じような編集で加工することができるんです。これ1回につき10枚写真を一括編集することができます。そして次が動画編集機能です。はい、動画を選択します。じゃあ今回はインスタグラムリールっていう風にしていきます。こういうねテンプレートが用意されているので、素材を編集していくだけで簡単におしゃれなデザインを作ることができます。キャンバの動画編集はなんか長編の動画を作るというよりかは YouTube の冒頭のイントロ動画を作ったりとか、あとはスマホ用のショート動画、この作成にかなり向いています。だいたい時間にしたら1分から2分ぐらいの動画を作るのに適しています。カットもすごく簡単です。該当のところにカーソルを持ってきてページを分割するっていう風にすると分割することができたり、動画と動画の素材の間に切り替えを追加っていうのがあるので、こちらを押すとトランジションを入れることができたり、素材の中に音楽も用意されているのでこの素材を使うこともできます。この動画編集のやり方についてもっと詳しく知りたい方はこちらの動画ぜひ次見てみてください。次のキャンバでできることが名刺、チラシなどの印刷物作成です。キャンバの中で名刺やチラシなどを作成することができて、さらに印刷までできるんです。はい、こちらの印刷製品を押していきましょう。いろんなものがありますので、今回チラシを見ていきましょうか。日本のイベントに特化したチラシデザインっていうのが多く揃っています。こちらをクリックして、
このテンプレートをカスタマイズしていきますね。そして印刷をしたいってなったら、チラシを印刷っていうのをしていきます。で、印刷する面を選んでいきましょう。今回は表面だけにして、そしてサイズも選ぶことができますね。印刷をする際にトンボだったりとか塗り足しが必要だったりとか、印刷会社にお願いするときっていろいろな工程があって大変だったりするんですが、キャンバの中で印刷する際はもうこのまま印刷することができるんです。で、チラシ以外にもいろんなものを印刷することができるんですが、検索窓にトートバッグっていうのがありますので、こちら見ていきましょう。そうすると簡単にね、トートバッグを作成することができるんです。イベントする時とかにロゴとか入れて、ね、配布するのにぴったりですよね。はい、このトートバッグを簡単に印刷することができるんです。はい、シールも作成することができます。ステッカーっていう風に検索して、こんな感じでシールデザインがありますので、こちらをクリックしてこのテンプレートをカスタマイズという風にすると、もうこの文字を差し替えて簡単にステッカー印刷することができるんです。次がホワイトボード機能です。キャンバの中にはホワイトボード機能があるので、こちらでオンライン会議の内容をまとめたりとか、マインドマップを作ったり、自由な発想で使うことができます。はい、トップページにホワイトボードありますので、こちらをクリックしていきまして、テンプレートっていう風にするとテンプレートを表示することができます。マーケティング戦略のマインドマップとか、こういったものも用意されています。素材を押すとこちらに付箋があったりするので、付箋を自由に追加することができたりとか、はい、クリックしますね。そうするとこちら右側を押すと、フローチャートのように簡単に、はい、図形をどんどん追加していくことができたり、移動することも簡単にできます。こちらも無料版で使うことができます。このホワイトボードの使い方、活用方法についてはこちらの動画でご紹介しています。そして次のできることがキャンバドックです。キャンバの中でワードのような文書作成もできるんです。いろんなテンプレートが用意されていますね。例えばトゥードゥーリストだったりとか、こういったものでね、チェックして塗りつぶしていったりとか、学習計画、あとは戦略計画書とか、こういった文書作成機能も充実していますので、ぜひこちらも使ってみてください。そして続いてキャンバのできることが LINE 公式用のデザインです。検索窓に LINE っていう風に入れると、 LINE リッチメニューとか、 LINE プロフィール画像、トーク背景とか、いろいろ出てきます。はい、じゃあリッチメニューっていう風にすると、はい、LINE リッチメニューのデザインテンプレートがたくさんありますね。こういったものを編集して簡単に LINE 用のデザイン作成というのもできちゃいます。次がロゴデザインです。キャンバの中でロゴデザインを作りたいときは、ロゴデザインという風に入れていきましょう。はい、アートデザインのロゴっていう風に出てきます。こちらから好みのロゴを選択して編集、そしてダウンロードすることができます。で、キャンバのデザインを商用利用したいとか、そういったことあると思うので、そちらについてはこちらの動画で詳しく解説をしているので、気になる方はぜひそちらも見てみてください。次のキャンバでできることがマジックリサイズです。これもすごくおすすめな機能なんですが、こちらはキャンバプロでのみ使える機能になっています。例えば何かデザインを作ったとするじゃないですか。で、これをですね、何か違うものに応用したいとか、例えばストーリーズのテンプレートで使いたいなとかっていうこともあると思うんですね。で、そういう時にですね、サイズを変更っていうところをして、インスタグラムストーリーっていうのがありますので、こちらでコピーとサイズ変更、こちらを押すと1個タブが開きまして、ストーリーズ用のデザインとして編集をしていくことができるんです。ちょっとここ画像の位置とか文字とか少し調整して、こちらのデザインをインスタグラムストーリーズ用としてリサイズしていくことができます。そして次がブランドキットです。こちらはキャンバプロで使える機能になるんですが、かなり便利なんですよね。トップページの左側にブランドハブがあります。ブランドキットっていうのは複数登録することができます。リリアンのブランドキット、また違う案件で必要なブランドキットっていう風に複数作ることができるんですが、例えばこちら見ていくと、ロゴデザインを登録することができたりとか、ブランドカラーを登録することでデザインに統一性を出すことができたりとか、
あとはフォントを登録、プロフィール写真なんかも登録することができるので、デザインの中であの写真どこ行ったっけっていう風にアップロードの中から迷う心配がありません。例えばデザインの中でこちらを自分の写真に変えたいと思ったら、こちらブランドハブっていうところにスクロールをしていくと写真がありますので、ここで簡単に自分の写真っていうのを呼び出すことができます。あとはロゴデザインなんかもねあったりするので、ロゴを使いたい時とかに便利ですね。はい、またこの素材の色を変えたい時、こういった時もカラーを押すとここにブランドキットのカラーが表示されるので、自分が好きな色そしてブランドカラーっていうのを登録しておくとデザインに一貫性を生み出すことができます。そして次のキャンバーでできることがサムネイル作成です。私も YouTube のサムネイル作成は全部キャンバーで作成しています。どん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 ページを複製して作っているんですが、背景透過してこの文字のところですね、このエフェクトっていうところで、袋文字なんかで作成をしたりとか、いろんなエフェクトがあるので、こういったものを活用しながらいい感じのサムネイル作成っていうのができちゃうんです。そして最後が結婚式のアイテム作成です。はい、結婚式というふうに検索するとウェルカムボードとかプログラムとかサンキューカードっていうのがありますので、結婚式のプログラム見ていきましょうか。こういうねプログラム表っていうのも手作りで作成することができるんですね。華やかでおしゃれなデザインがたくさん用意されているので、こちらを編集して作成をしていくことができます。あとは招待状なんかもあったりとか、ウェルカムボードなんかも作ることができるので、これからねウェディングアイテム作ろうかなと思っている方はぜひキャンバーを使ってみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はキャンバー AI でできる30のことをご紹介していきました。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。